荒木村重、荒木村重は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将、大名、利休十明の一人である。天文四年、1535年、摂津国池田城主である、摂津池田家の家臣、荒木氏の森吉村、吉村の着男として、池田に生まれる。荒木氏は、旗の氏の一族とされ、先祖は、藤原秀里である。名を郎。 あとに安家、または安家。最初は池田勝正の家臣として仕え、池田長政の娘をめ取り一族衆となる。しかし、三好三人衆の調略に乗り池田智政と共に、三好家に寝返り、友政に勝正を追放させると混乱に常時池田家を掌握する。その後、元気二年。 1571年8月28日の白井河原の戦いで勝利し、池田氏が仕えていた織田信長からその性格を気に入られて、三好家から織田家に移ることを許され、天正元年1573年には茨城城主となり、同年、信長が足利義明を攻めた時にも信長を迎え入れ、若江城の戦いで功を挙げた。一方義明方に属していた、 池田智政はやがて信長に降って、村重の家臣になり、村重が完全に主君の池田家を乗っ取る形となった、下国城。天正2年、1574年11月15日に、摂津黒人である伊丹氏の支配する、伊丹城を落とし、伊丹城主となり、摂津一国を任された。翌年には、有馬軍の文軍守護であった赤松氏を継承する、摂津有馬氏を滅ぼして、 同軍を平定する。村重は、細川政権、三好政権を通じての摂津統治の中心であった、芥川山城、小清水城の領城を廃して、有岡城、伊丹城の解消を中心とした、新たな支配体制を構築した。以後も信長に従い、越前一向一騎討伐、石山合戦、高谷城の戦い、天皇寺の戦いや奇襲征伐など各地を転戦し、武功を挙げた。 この間、十五した説神に任ぜられる。天正六年、1578年10月、三木合戦で、橋場秀吉軍に加わっていた村重では、有岡城、伊丹城にて、突如、信長に対して、反旗を翻した、理由は口実。一度は旧門の使者、明智光秀、松雄官、万見江元に説得され、ホニし、釈明のため安土城に向かったが、 途中で寄った、茨城城で家臣の中川清秀から、信長は部下に一度疑いを持てば、いつか必ずずぼそうとするとの信言を受け、痛みに戻った。秀吉は、村重と旧知の中でもある、小寺交流、官兵衛、後の黒田義高を使者として、有岡城に派遣し、本意を促したが、村重は吉高を拘束し、土郎に監禁した。以後、村重は、有岡城に籠城し、 織田軍に対して一年の間徹底抗戦したが、側近の中川清秀と高山右近が信長方に寝返ったために、戦況は圧倒的に不利となった。その後も万無重元らの軍を打ち破るなど、一旦は織田軍を退けることに成功するが、兵糧もつき始め、期待の毛利氏の援軍も現れず、窮地に陥ることとなる。それでも、村重は兵を出して合戦をして、 その間に退却しよう。これがうまくいかなければ、天ヶ崎城と花熊城と明け渡して、除名を行おう、と言っていたが、天正七年、1579年9月2日、単身で有岡城を脱出し、着南、村地の居城である、天ヶ崎城、大物城へ移ってしまった。11月19日、信長は、天ヶ崎城と花熊城を明け渡せば、 おののの祭祀を助けるという約束を、村重に代わって、有岡城の城守るをしていた、荒木久左衛門、池田友政ら、荒木の家臣たちと取り交わした。久左衛門らは、小田方への人質として、祭祀を有岡城に残し、尼崎城の村へを説得に行ったが、村重は、受け入れず、救した。久左衛門らは祭祀を見捨てて出奔してしまった。信長は、村重や、 救済問題への見せしめのため、人質の処刑を命じた。十二月十三日、有岡城の女房百122人が、天ヶ崎近くの七松において鉄砲や薙刀で殺された。このことは、と記されている。十二月十六日には、京都に護送された、村重一族と重臣の家族の三十六人が、第八社に縛り付けられ、京都市中を引き回された後、 六条変わらので斬首された。盾に胸継ぐはその様子を、と記している。その後も信長は、非難していた荒木一族を発見次第皆殺しにしていくなど、徹底的に村主家を追求していった。天正九年、1581年8月17日には、高野三婚号坊主が村主家の家臣を革舞い、探索に来た信長の家臣を殺害したため、 全国にいた高野山の総数百人を捕らえ、殺害している。しかし肝心の村重本人は息子、村次と共に、荒木元木をのいる、花熊城に移り、花熊城の戦い、最後は、毛利氏に亡命し、尾道に隠遁したとされる。天正年0年、1582年六月、信長が、本老寺の変で王子すると、堺に戻りそこに居住する。 豊臣秀吉が覇権を握ってからは、大阪で茶人として復帰し、千里九らと信仰を持った。しかし、有岡城の戦いで、キリシタンに恨みを持っていた村重は、小西行長や高山うこを残訴して失敗し、秀吉の歓喜を受けて長く陰権を許されなかった。さらに、秀吉が出陣中、村重が秀吉の悪口を言っていたことが、北万所に露見したため、 処刑を恐れて出家し、荒木道君となった。名機、荒木高来を所有していた。現在は徳川美術館所蔵公式サイトの解説、Facebook。天正十四年、1586年5月4日、堺で死去。去年52年、村重の織田信長に対する無本の理由は、諸説があって、今でも定かではない。 ただ、信長は村重を徴用していたため、その反逆に驚愕し、本意を促したと言われている、信長後期、フロイス日本史など、歌川国吉がの太平記英雄伝二十七抗議説積つつり村重や、落合義幾がの太平記英雄伝三十八荒木説積り村重で描かれる場面は、絵本大鼓記二変巻の六六、 荒木村重が餅を喰らうの話をにして描かれたものである。海域になると幕府の規制が緩み、対抗記関連の半本が多く出るが、それでも江戸時代の武者への通例で名前をもじって記載している。絵本対抗記が何らかの史実に基づいてこの場面を描いたのかは不明であるが、これによると織田信長に配列した時に村重は摂津国は十三軍文国にて、 白を構え兵士を集めており、それがしに切り取りを申し付ければ、神明を落として沈め申すと根性した。これに対して、信長は腰刀を抜き、その剣先を饅頭を持っている皿に向けて、万、ま、さ三、五個を突き刺して、食してみろと村重の目の前に突き出した。周りにいた者は青ざめてしまったが、村重は、ありがたく頂戴しますと。 大きな口を開け剣先が貫いたまんじゅうを一口で食べ、それを見ていた信長は大きな声を上げて笑い、その胆力を称して、摂津国を村重に任せたという。村重はこの時三十八歳。信長は村重が高槻城を攻略した高槻城工場戦ごとを激勝して、村重がどのような人物なのか、どのような態度を取るのか試したのではないか。 とも想像できる逸話である。ア岡城オの戦いで、村重が没落するまでの家臣、従属者も含む。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。